日本に滞在する各国の外交官などが山ノ内町の湯田中支部温泉郷を訪れ、日本のもてなしを体験しています。山ノ内町を訪れたのはオーストリアや南アフリカ、タイなど日本に滞在する11カ国の外交官とその家族です。外務省の外郭団体の社団法人国際交流サービス協会が、古き良き日本の文化やもてなしを体験してもらおうと企画しました。一行は外国人観光客に人気の高い地獄谷野猿公園を訪れ、噴出する温泉や温泉に入る猿たちを見学しました。外交官たちは猿が親子で毛づくろいをする様子やのんびりお湯に浸かる様子に歓声を上げ、盛んにカメラで撮影していました。案内役は山ノ内町の職員で、地元の名所の魅力を知ってもらおうと務めていました。一行は明日は志賀高原を見て回る予定です。はい、おめでとうございます。